あれから、そう、あれから数年が過ぎた。地球はマリューの手から救われ、人々は平和な暮らしを送っていた。過ぎ去りしマリューとリバンとの戦いも、今は人々の記憶から消え去ろうとしていた。第三元。あ、ロン、上がりだ上がり。ピンフのみ。この野郎！その優れた美貌を持ちながら麻雀一筋に生きてきた鋼の女。逆上しては雀卓をひっくり返す村のある性癖は彼女を孤独にしていった。ちなみに独身、恋人なし。うるさいわね。それ、ロンです。くそ、またやられたか。これで今日の点滴代はタダですね。生まれつき病弱な彼女の唯一の楽しみは麻雀であり、また入院費ですらその麻雀の腕前によって稼ぎ出していた。マスミ君、マスミちゃん、マスミ君、しっかりするんだ。マスミちゃん、ごめん、それ受け取れない。え、どうして？小学生のくせに麻雀をしてることはママが付き合うなって。じゃあ、僕、塾に行く時間だから。かーかー。小学校、全国ジュニア麻雀対抗戦優勝。しかし、世間の目は冷たかった。になってもらおうと麻雀大会で優勝したのに、バカな私。大宇宙を麻雀で制覇せんと企む悪の魔女ウラドラーは、銀河雀帝連邦の3人の勇者の追撃により深く傷ついていた。ウラドラーは力を振り絞り、自らを4つに分け、傷ついた体を癒し、力を蓄えるべく地球に潜入したのであった。
勇者よ、選ばれし天使たちよ。朝神ピン、君にはピンズの力を与えよう。朝宮マスミ、君にはマンズの力を。そして朝尾咲、君にはソーズの力を与えよう。その力は各自のスーパーで上がった時に遺憾なく発揮されるもの。君たちの使命は4つに分かれて地球に潜入したウラドラーの分身を見つけ出し捕獲することだ。なお君たち3人にはピンチに陥った時秘密の力が発揮されるようにしておく。任務完了の報告を期待する。今日から君たちはセイバーエンジェルだ。